どうも、小杖です。視聴者の方にリクエストをいただきました。小学6年生の女の子のクリスマスネイルということで、いつもより短いネイルチップでやってみました。ネイルチップにジェルでされるということで、いつものようにジェルでやっていきます。千葉県にある某夢の国のモチーフもちょっと入れてみました。大人の方でもそちらに行かれる場合、今日のネイルいかがですか？ではスタート。親指にダイソーのミルクを2回塗ります。ちょっと色白サンタさんになっちゃうな。もうちょっとピンクがかった色でも可愛いと思います。2回目塗ります。セリアのレッド、これがサンタ帽になります。下の方は洋服の赤ですね。もう一回塗ります。こんなに線まっすぐじゃなくても大丈夫。下の方ももう一回塗ります。ここもそんなにまっすぐまっすぐじゃなくても大丈夫。テーブルにブルータックつけて、さっきのセリアの赤をくっつけて、爪楊枝でお花を描きます。真ん中に、ちょっと広がった方が可愛いかな。もう少し大きいお花にしたかったので、ちょっと修正します。ドットペンでやった方が細かい修正が効くかなと思います。キャンドゥのブラックを使います。あら、やだ、かわいいじゃん。キャンドゥのホワイト、キャンドゥのホワイトとブラックはとても発色がいいので、こういうアートするときに大助かりです。サンタ帽のふさふさを描いていきます。こんな風に丸を連ねたら可愛いかなと思ったんですけど、ちょっと違ったので丸を崩していってます。おひげ描きます。ダイソーの筆を使っています。これでサンタさんの顔を終わらせようかなと思ったんですけど、目とサンタ帽の間がちょっと空いてしまったので、急遽眉を入れることにしました。トップコートで仕上げます。完成。ちょっと顔青白いよ。中指と小指のアートします。セリアのディープグリーンを全体に2回塗ります。スタンプしていきます。キャンドゥのプレートと100均のポリッシュを使います。セリアのスタンパーをダイソーのスタンプ台にくっつけてます。お、パキッと転写できました。いらない模様を取ってます。
真ん中に押します。今度はセリアのプレートを使います。キャンドゥのポリッシュだったと思います、この金色のやつ。こんなにスタンプしたけど1個しかいりません。どれにしようかな。いらないやつ全部取っていきます。トップコートで仕上げます。中指出来上がりです。次、小指にスタンプしていきます。キャンドゥのプレートです。トップコートで仕上げます。人差し指と薬指にセリアのレッドを2回塗ります。クリアファイルを小さく切ったものを2枚用意します。キャンドゥのホワイト、クリアファイルの上にちょんちょんちょんとジェルを置いていきます。うわ、白だ、見えない、痛恨のミス。心の目で見てね。この辺で気がつきました。あ、見えにくって。で、慌てて白を外してもう1枚のクリアファイルを上に乗せます。そうするとじわーんと丸が広がっていきます。はい、硬化します。片面10秒か20秒くらいかな。ひっくり返してもう片面剥がします。ペロン。空気に触れてないところは未硬化ジェルが出ないのでベタベタしてません。必要以上にたくさん作ってえりすぐります。えりすぐりの6つです。ベース&トップでのり付け。ちょっとカーブをつけておきます。全然隠れてない隠れみ。キャンドゥのホワイトでドットを描いていきます。ポンポンポン。ちょっと仮硬化しとこっか。正方形を描く感じでドットを置いていきます。結構デコボコができてしまっているので埋めていきます。ベース&トップを使います。トップコートで仕上げます。完成。今度は薬指スタンプします。キャンドゥのプレートです。ちょっと端っこが残念。でも大丈夫、なんとかします。結晶が短いところは端っこに持っていって目立たないようにしてみました。ベース&トップでコート&のり付け。
隙間を埋めるようにドットを置いていきます。ベース&トップでデコボコを直します。直せるかな。トップコートで仕上げます。完成です。指にのせるとこんな感じです。夢の国に住んでる僕とサンタクロースさんが一緒なのはちょっと変かな。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。